今週も始まりましたクリアランスドリームザレディオプラン。さあ2月半ばに入ってまいりましてですね、はい、もういよいよバレンタインが本番となってまいりました、はい、ね、僕たちね毎週今、阪急梅田本店のバレンタインチョコレート博覧会、はい、そちらでイベントさせてもらってますけど、人の方もですね、うん、先週も平日でしたけど、うん、めちゃめちゃ多くなってきてて、うん、もういよいよ本番やなというのを僕実感してきました、はい、さあということでドリームザレディオプラスもですね、うん、阪急のイベントに合わせて今もチョコレート情報をですね毎週お届けしてるわけですが、なんかめちゃめちゃ並んでますけど、いろんなそうなんです、はい、先週僕たちの番組にゲストでお越しいただいたのはですね、オッジの商品開発ご担当のですね石川智代さんがお越しくださいましてですね、一緒に番組を進めさせていただきました、はい、でその時にもですね商品ご紹介させていただいたんですが、今日はですね、はい、もうほぼほぼその当日持ってきた全てのラインナップをですねクリアランスにご提供くださいまして、ありがとうございます。なので、はい、その番組でご紹介できなかった部分もですねちょっとご紹介していこうかなと思ってるわけでございます。さあということでね、あれですよね、あの当日試食させていただいたのは、はい、こちらとこちらですよね。そうですね、はい、このまず下のやつが、はい、カレルチョペックとウォッチのコラボのやつで、森脇さんが大注目の商品やったんですよね。そうですね、僕がもともと大好きやった紅茶店のカレルチョペックとウォッチさんのコラボレーションということで、はい、中に紅茶とあとそれに合うパウンドケーキが入っているというセットでございます、うん、あ、そうそう、今インスタート見てもらってると思うんですけど、パウンドケーキのねそのパッケージもめっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛い、グラデーションとか綺麗で全部種類がちゃうし、そうそうなんですよ、めっちゃ可愛いし美味しいしね、ね、いや紅茶店知ってたのはすごいですよね。あ、そう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 、そうですね。パッケージングはおしゃれっていうのもありましてね、うん、前から結構通販で取り寄せたりして、うん、あ、そう、それ言ってましたよね、普通のお店自体も阪急にある言ってましたもんね。そうです ね、 ね、ありますね、うん、そうで中に一緒に入ってるこのパウンドケーキが世界で一番薄いパウンドケーキということで、うん、もうできるだけポロポロこぼれない、うん、そして食べやすいということにこだわったというものですね。なんか開け方も変わってましたよね、はい、後ろからピリッとやって半分に折るだけで食べれるみたいな、はい、手も汚れない、うん、片手で食べられるという、うん、それが売りの、はいはい、商品となっております。はい、そしてその上にあるやつはですね、はい、これはもう僕がもう1ヶ月前からチェックしておったやつなんですけど、うん、ショコラデショコラ、うん、リッチスモーキーということでですね、あのビールと合うチョコレートっていうので、うんうんうん、僕がねいち早くチェックして、うん、この YouTube でもご紹介してたやつです。そうですよね、はい、いち早く注目していたという、うん、そう、はい、それもですね当日ね美味しかったです、これめっちゃ、そうなんですよ、来てくださいまして、はい、まさにその石川さんがね作られたということで、はい、制作にまつわる秘話なんかもお伺いさせていただきました、はい、ということでもうこの2つをご紹介したんですが、はい、他にもねもうたくさんありまして、ちょっと気になるのがあるんですけど、はい、ちょっとそれをご紹介していきましょう。そうですね、はい、まずはこちら切ってみたいと思います、うん、これはですね、はい、これね、はい、実はもう3段積みになってるんですね、はい、すごい、これだからアップルアソートの3種ですよ、はい、うん、アップルの上にチョコがかかってるんですけど、うん、3種類ありまして、ビターチョコレートとミルクチョコレートとティーチョコレート3種類があるんですけど、うん、このティーチョコレートが気になるので、はい、ちょっと試食してみません。うわー、もう食べてみましょう、うん、絶対美味しいよじゃあちょっと1個行ってみてください。すごいすごい香りしますねこれ。あ、いただきます。リンゴのお酒とシナモンで芳醇な香りに仕上げた国産富士リンゴを紅茶チョコレートで包みました、はい、一品です。いただきます。うーん、めっちゃ美味しい。リンゴにもですね、うん、これたっぷり、うん、味がですね染み込んでおりまして、うん、めちゃめちゃいい香りがしますよ、うんうん、リンゴもすごくしっとりとして、うん、滑らかな味わいですね、うん、三浦さんめちゃめちゃ堪能してますやん。2個食べましたこれは美味しい、うん、あとちょっとね、いろいろあるんですね。まだ行きましょう。じゃあ続いてこちら、うん、何この楽しいコーナーじゃあ行ってみましょう、はい、こちらオレンジピールです、はい、これはすごいぞ。あ、これはすごいビターな香りがしますがどうですか。あ、本当に香りはね、確かにね、めっちゃいい香り、お爽やか、これめちゃめちゃ美味しいですね。最初の香りはもうまさしくチョコレートで、うんうん、開けた時の香りもチョコレートなんですけど、うんうん、食べたら中に閉じ込められてたオレンジが一気にブワーッと花開きますね、うん、これはねカクテルにも合いますね。お
唐揚げとも合う。もう合いますね。これは美味しいわ。果物とのコラボ、天才的ですね。本当ですね。知り尽くしてんちゃうかな。いろいろありますが、もう一つあるんです。ショコラトランシュ、プレーンの方ですね、はい。こっちはオレンジなんですけど、はい、ね、今回はちょっとプレーンを試してみたいと思います。はい、これまたね、パッケージが可愛いでしょ。それでなんかちょっと引き出し開けるみたいな、ちょっとなんか本みたいなところもあるし。これあの洋酒が入ったケーキにチョコレートがかかってます。どう？うまいわ。いただきます。中に入った洋酒の香りがまたスンッときますね。オッチ看板商品ショコラでショコラの生地に6年以上の樽熟成を経たコニャック防樹コニャックナポレオンを加えて焼き上げてチョコレートでコーティングしたという品でございます。ショコラでショコラ、これ自体もかなりしっかりしたケーキじゃないですか、しっとりして、それにさらにこのコニャックを加え、そして焼き上げたということなので、もうかなり濃厚な一品になってますが、いやこれだけあの甘さのパンチがあるとですね、ハイボールとかの方がいいかな。マジで僕はなんか炭酸系飲みたくなるかな。バッていくやつ、結局アルコールなんですね。アルコールですね。まあ普通に言うと本当にあの紅茶も合うでしょうね。合う合う、絶対合う、ね、紅茶は合います ね、間違いない。それは間違いないですよ ね、うん、ね、やっぱりこの香りが強めのやつ全般的に言えるんですけど、こういう温かい紅茶をこれ食べた後で飲むと、口の中でその温められて香りがより際立ってくるんですよ。そういう楽しみ方もできます、ね、なるほどね。今回ね、石川さん直接お越しくださって、はい、東京からね、そうそうそう、商品開発の方があえて前面に出てお話してくださることってほぼほぼないじゃないですか。そうですよ ね、ね、実際にやっぱり伝えたいものとか作りたいものがあるからこそあの商品開発っていう仕事をされるんだと思うんですので、やっぱりその思いがやっぱり強い方だから、話聞いてるとものすごい伝わってきますね。そうですね、はい、基本的にあの石川さんももう食べるの大好き言ってたでしょ。そうですね。お菓子も大好き、笑顔の可愛い人でしたね。あ、そう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 。ねえ、そうで、やっぱりその食べ物の話してる時の笑顔最高でした。そうそうなんですよ。お菓子やっぱり好きですよねって言った時の笑顔がね、そうなんですよ言うて、そう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 、はい、もうあの個人的にも去年とかも、東京からわざわざ阪急のバレンタインチョコレート博覧会に遊び来てた言ってましたからね。なんかとりあえず身軽で来て、そうで、ちっちゃいやつだけとりあえず一周回って買って、でその後にちょっと大きいの買って、そんな感じで帰るみたいな。そう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 、帰るって言ってましたからね。この方相当好きやなって。いや好きですよ。よくわかりました本当に、はい、ということでね、あのおっちさん、僕たちもより好きになりましたよ。はい、ということで改めまして、おっちの商品開発石川さんありがとうございました。ありがとうございました。3週連続で、阪急梅田本店のね、あの会場から生放送をさせていただいたんですけど、本当たくさんの方が集まってくださってね、集まってくださった皆さん、初めてクリアランス知ってくださった皆さんも多いかと思います。はい、ぜひですね、また遊びに来てほしいなと思っております。はい、そのクリアランスドリームザレディオ、もちろん今週もあります。僕らまさにバレンタインデーなんです。そうですね、2月の14日放送です。はい、放送ですが、イベントとしては最終日で、僕らも結構後ろの時間なので、その、あのイベントスペースでの生放送はないんです。ソラトにはあのサテライトスタジオでの生放送はやってますんで、はい、ぜひ遊びに来てほしいなと。そうやっても、もう徒歩30秒ぐらいですけどね。ガラス張りのね、はい、スタジオがありますんで、はい、ぜひお越しください。はい、遊びに来てほしいなと思います。はい、さあそしてですね、クリアランスのもう一つのレギュラー番組、ラジオ大阪クリアランスのクリキャントークですがですね、ここね、最近はですね、その周年ということで、クリキャントークもね4周年ということで、スペシャル、そう、4周年にちなんだ企画をずっとお届けしておるんですが、今週はなんとあの方が1年ぶりに帰ってきてくださいます。はい、メメント森脇さん。あ、そうそう、はい、そうです、ね、あの声の低いね、声の低い、声のメメント森脇さん、はい、僕らはなかなかお話しする機会ないんですけど、森脇さんがいつもご連絡を取ってくださっている、あのメメント森脇さんがですね、今年も登場してくれて、そしてなんと、リスナーの皆さんにもプレゼント、ゲットのチャンスがあります。ありますよ。はい、メメント森脇からの挑戦状ということで、1年ぶりに謎解きの企画が復活しました。はい、はい、ぜひですね、皆さんもうラジコで公開されてますので、それでね聞いてもらってですね、
応募していただくと番組から素敵なプレゼントがありますので、ぜひゲットしてくださいということで、今週のねこのドリームラジオプラスもいいお時間となってまいりました。また来週もお会いしましょう。さよなら。バイバイ。